つまでも若々しくいたい。最後なんて別に病気とかその具体的な体の症状ではなくって、いつまでも若々しくいたい、もっと楽しく毎日を過ごしたい、そんな方も漢方ってすごくおすすめなんです。分かっていただけましたか？薬の相談、心の相談は京都女性漢方松宮局、私管理薬剤師までいつでもお気軽にお問い合わせご相談ください。電話番号は 0771-631233 です。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最近200人を超えました。本当にありがとうございます。次は300人を目指しています。